とことんやみこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワーの攻略をやっていきたいと思います。今シーズンのタワーは、周回しやすいと思いますよ。一周が40分かからないぐらいですし、まあ、難易度も比較的低めだと思うので、おすすめです。では、今日はね、ノンストップで、1階から30階まで、説明しながらやっていきます。まず1階ですね。1階は敵がとにかく多いです。ここら辺で戦うと囲まれてしまいますので、ちょっと後ろの方に下がって戦うっていうのがベストかと思います。本当にね、敵が多い、びっくりするぐらい敵が多いので、まあまあ注意してきてください。まあ最初のうちだからね、まだ1階なのでそんなに攻撃力は高くないんだけども、でもこの数だから、この数を一気に来るってなるとさすがにね、HP 減るなので、まあまあ注意しながらやっていってください。あまり前に出すぎずに後ろに構えて戦っていくっていうのがベストかなと思いますよ。で、危なかったらもう即ね、ポーションを使うようにしてください。はい、ということで、1階はおしまいです。で、1階の報酬、パワーシェイカーを取りましょう。パワーシェイカー結構重要です。今回のね、序盤結構クリーパーが多いところがあるので、そこをね、うまいこと、パワーシェイカーを使えば安全に進んでいくことができるので、パワーシェイカーはまあまあ普通に使っていってもいいですけども、クリーパー処理で使うとかなりお得なので、まあ、それを覚えておいてください。多いね、相変わらず。でも多いのは1階2階、ですね、が特に多いです。危ない。ということで2階クリアです。次行きましょう。ここの報酬は何もいりません。そのまんま進んでください。で、エンチャントポイントはあるんだけども、まだね、そういう必要なやつはないので、持ち越して大丈夫です。で、ここクリーパーが、4体だったかな、出てきます。なので、一応注意しておいてください。危ねえ。得意にダメージを食らってしまうと、結構やばくなるので、3体だったね。合計3体です。最後に一気にわーっと2体出てくるので注意が必要です。で、ここ魂の棒を持っていってください。魂の棒に、流れ込む魂、これ1でいいです。1を入れておいてください。そうすると HP が敵を倒すごとに、4% 回復しますので、安定性が増します。あーミスった。まあ2入れてもいいです。2だったらば 6% 回復してくれるので、まあ、さらにいいですね。2入れてもいいんじゃないですか。はい。で、さっきはちょっと食らっちゃったんだけども、クリーパーは基本食らわないようにしときましょうね。はい。結構クリーパー多いです、ここは。まあ、パワーシェイカーをうまく使って処理していけばまあ安全なんだけどね。まあそうも言ってられない時がたまにあるので、まあ一応注意していってください。4回クリアでーす。ね、魂がね、ギュンギュン流れ込んで HP 回復してくれます。ここは弱体化のドラ、取っていってください。で、ここはね、この罠の中の方で戦った方がいいです。そうすると敵がね、勝手にやられてくれるので結構お得なんですよね。まあ、ただレイスはちょっと注意が必要です。レイスの攻撃は結構注意してください。しゃ、オッケー。パワーポーション取りたい。取れた、やった。はい。で、あとはもうちょっとかな。自分が罠を食らわないようにね、注意してくださいね。自分は罠を食らわないように、敵に食らわせるようにですね。はい。まあ、ちょっと立ち回り気をつけてください。ここも報酬はいりません。そのまんま行きます。
でね、この海のステージ、まあ、今回は、海ステージは少なめなんだけども、まあ、一応あるので、ここはめんどくさいですね。行きましょう。まあまあ、特に考えることもなく、普通に進んでいけば、いけると思います。お、今回結構、矢がいっぱい出てきてくれるね。しゃ。で、息ができないよ。息ができなくなってきた。ナイス。よし。敵もね、そんなに多くないし、大丈夫だと思います、ここは。これで終わりか。はい。6回クリアでーす。次に行きますね。で、ここは、何もいりません。そのまま進んでください。で、ここもね、まあ、この、トラップに若干当てたいっちゃ当てたいんだけども、なかなか難しいです、当てるっていうのも。まあ、なので、当てたい人は当てる。で、当てない人は自分が食らわないように注意してください。はい。お、やった。今回結構矢がほんと出てきてくれて、いい感じですね。で、ドラとね、パワーシェイカーを使っていくと、まあそこそこ安全にいけるのでいいのではないかな。終わりだ。7回クリアです。で、ここで、ようやく武器が変わります。両刃王のですね、この手前のサイスを、得意としてる人はサイスを取っていってもいいのかもしれません。これは両刃王の方が好きなので入れてます。で、エンチャントがね溜まってるので両刃斧に入れていきましょう。追い打ち3と凍結1入れてください。まあまあ、もうちょっと余らせずに使いたい人は流れ込む魂とか、あと凍結をね、2入れるとか、そういう風にするといいと思います。はい、まあ、ここも特に、気をつけることはないですね。まあまあ、トライデントを食らわないように避けるぐらいですかね。はい。ということで、クリアで、ここも特にいりません。そのまま進みます。9回。9回もね、別に問題ないと思います。楽勝だね。難しい敵もいないし。まあ、前回、前々回は、ネームドの敵がね、通常状態でも出てきたんだけども、今回は出ません。それが本当に良かったね。やっぱ最初のタワーのね、一番最初と次とその次、3回ぐらいはね、結構きつかったもんね。途中でガストが湧いたりとか、嘘だろって思いよったもんね。でも、今回、今回は出ない。前回、前々回は出たんだよね。よし、OK。9回クリアーです。で、ここ。ゴーストリーアーマーを持っていってください。軽減はついてないけども、HP が2000ちょっとあるので、結構強いです。で、ここですね。ここは、両刃斧を上げてください。何がついたかな？ダイナモ1か。はいはい。まあ、いいんじゃないですか。で、ゴーストリー、エンチャント、忘れず入れましょう。クールダウンを3ですね。で、次。エンチャポイントが入りましたらば、雪玉を入れていきましょう。で、ここボス2体出てきます。出てきた瞬間にドラを使って、で、パワーシェイカーでガシガシガシと、食らわせていきましょう。まずは、1体倒すようにね、してください。まずは1体倒す。ね、OK。で、1体倒してしまえば、もうあとは雑魚です。おお、そこ見えてないよ。見えてねえよ、そこ。サークルがないところにね、雷が落ちてきた。まあまあ、範囲を見ればそんな感じだったか。で、ここ、報酬いりません。で、先ほど言った通り、雪玉を入れていきましょう。雪玉はね、3欲しいです。とりあえず今は2なんですけども、次で3入れるようにしましょう。で、ここは特に問題ないですね。どんどん突っ込んで倒していって大丈夫です。じゃあ、まあ多いのよね、敵が。OK。TNT を投げる。
で、まだこれ倒しても出てきますからね。あ、今回ダイナモだからね、結構回避を使っていってもいいかもしれない。まだか。これがラストウェーブかな。これでおしまいですかね。ダイナモ、はい、12回クリアです。まだね10分ぐらいですね。なのでやっぱり今回は周回がしやすそう。うん、前回とかで50分近くかかったからね。はい、ここ何もいりません。そのまま行きましょう。でここね、真ん中にものすごい湧くんですよ。まあ、ものすごい湧くんだけども、まあ後でまとめて倒せば大丈夫なので、まずはここにちょこ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 湧くやつを、倒しといてください。で OK ね。で真ん中に行くときにパワーシェイカーをつけて、もう一気にゴリゴリゴリっていってください。パワーシェイカーでゴリゴリいくっていうのが、コツですね。ちまちま行くとどうしてもやられてしまうんで、パワーシェイでもうゴリゴリ倒してみてください。であそこだけ倒せば、あとはまあ右下が若干めんどくさいかなぐらいで、そんなに問題はないと思います。おっしゃー、おっしゃー。まあパワーシェイカーがねものすごい役に立つのでね、どんどん使っていってくださいね。でクールダウン3も入ってるので、使用時間も再使用5秒くらいか6秒かそんぐらいなんでね、バンバン使いましょう。13回クリアです。ちょっとね注意が必要なので13回は覚えておいてください。はい、ここは何もいりません。そのまま進みます。で、ここもね、このね、ロイヤルガードが多いのよ。とにかく多い。嫌なやつ、こいつは。早めに倒すようにしましょう。あと、ね、エンチャンター。まあ、いつものことですけども。エンチャンターとロイヤルガードはめんどくさい。よっしゃあ。しっかりパワーシェイカーとか入れていきましょうね。はいはい。であとはもう特に問題なしですね。あのロイヤルガードのステージが終われば、もうあとは問題なしです。あと下に1体で終わりかな。2体か。14回もクリアです。いきましょう。でここで報酬エリクサーのカバン、これを持っていきましょう。でゴーストリーに雪玉だね、入れてください。まあまあまあ次のここの報酬でね買えるんだけど、まあ一応ねつけておいてください。でエリクサーのカバンお得ですね。パワーポーションがまあ 100% じゃないんだけども、結構出るのでどんどん使ってパワーアップしていってください。クールダウンがあるからね、どんどん使っていって大丈夫です。じゃあここら辺の火力になってしまうと、もう大丈夫でしょう。あ、そうか、こいつが出てきたんだ。こいつだけはね、結構、攻撃力、耐久力あるので、注意して戦った方がいいです。うん、まあまあ、注意しようがないんだけどね。まあ、とにかく、パワーシェイカーをつけて、で、ドラを使って倒していくのが一番早いかな。うん。風ゴーレムは注意してください。15回クリアでーす。ここ報酬でスノーアーマーですね。スノーアーマーは HP が3300、まあ、3400かなありまして、さらにクールダウンがついてます。お得ですね。で霊気ですね、霊気を2入れてください。3入れるとちょっとねエンチャポイントが使いすぎるので、まあ、2でいいです。40% 敵の動きが遅くなるので、 40% 遅くなると結構違いますからね。1の 20% はまあまああんまり大差はないかなっていうところだけども、 40% になると結構違います。うん、入れておいた方が俺はいいかなと思いますよ。 OK。 危ない、あ、食らってる食らってるやん。危ない。でここ、小屋の中にね矢があるので忘れず取るようにしてくださいね。こん中ね。
まあまあまあ、500本全然十分だけどね。矢が全く出ないこととかもあるので、まあ一応覚えておいてください。あそこに矢筒があります。はい、でここキノコが出ちゃいましたね。キノコとドラオ、あ、ドラオ、ドラじゃない、これだパワーシェイカーだ、間違えないでね。キノコとパワーシェイカーを変えましょう。もうこれでね、アーティファクトはもう完成みたいなもんですよ。うん、もう普段使ってるアーティファクトのセット完成しちゃいましたね。こんだけね、アーティファクトが、充実してるタワーっていうのはかなり珍しい。うん、今まででこれほど充実したことはなかったと思います。まあキノコがね出だしたのは最近なんでね。危ない、おお、食らうかと思った。なんか重いな、やたらカクカクしますね。やたらカクカクが多いよ。よし、まあそういう日なんでしょう。今日は日によって違うよね。よし、あと1、2体でおしまいか。終わりでーす。いや、まだ？どこ？あっちか、橋を渡ってたのね、あなた。まだいる。いや、意外と、あ、意外といたな。意外といました、すいません。はい、17回クリアでーす。次に行きますね。ここ報酬何も取らずに OK です。でここは敵も特に多くなくって大丈夫ですね。まあ、いつも通り、キノコを使って、でパワーポーションが出ればパワーポーションを取って、いきましょう。 HP がね結構上がってきたら、流れ込む魂の効果も上がってきます。お得だよね、流れ込む魂って。吸血よりも俺はこっちの方が好きかな。まあ、あまり変わりはしない。変わりはしないんだけども、まあ、球根とか、そういうやつの相性がいいので、好きだね、流れ込む魂は。昔から使ってる。よし。終わっちゃう。ああ、変なとこに入ってるやつがいる。よし。終わり。18回クリアでーす。次に行きますね。でここも何もいりません。そのまんま進んでください。でここのユニーク商人ではスノーアーマーだね。うん、若干だけども HP が上がります。これでね、最後の手前まで進んでいくことができるので、スノーアーマーが俺はいいかなと思いますよ。で、こっちにも箱がありますけども、今回は別に取らなくてよかったね。取らずに OK でした。で、ガーディアン、問題ないと思います。あぶね。まあ、普通にドラ使って、キノコでガシガシ叩いていけば、すぐ倒せると思います。OK、ナイスポーション。ただ、2回目から叩くときが、反射ダメージがあるんだよね。おお、また固まったな。反射ダメージには注意してください。本当に死にそうになるぐらいダメージ食らいますんで、そのね、トゲダメージは強いです。おお、効くね、むちゃくちゃ効いた。あぶね、今注意してください。危なくなったらもう即ポーションでね、いいと思いますけどね。よし、オッケー、息ができない。はい、戻ってきた。で次で倒せるね。次でおしまいです。終わり。まあ、反射ダメージ痛いので、まあ、HP 管理には注意してください。はい、ではここ報酬何もいりません。進んでいきましょう。でここのステージでいくんだけど、ネクロマンサーが多いです。とにかくネクロが多い。うん、最初のうちはねあんまり出ないんだけど、ちょっと残しておくともう一気にねあいつら増
増えていくので、もうネクロをとにかく危なっ食らっちゃった。もうネクロをまず倒すようにしてくださいね。本当にね、ネクロが鬱陶しい。やば、あっぶね。下からも来るからね、ネクロが下からも来るので、あっぶね。あ、来た来た来た、下からも来たー。しゃ、まあ、あの霊気がね当たってさえしまえば結構楽になるので、霊気はここでねかなりお役に立ちます。はい、 OK です。ここね、あの弓は打たない方がいいです。反射されるので弓は打たない方が俺はいいかなと思いますね。で、ここ愛のメダルとドラを変えてください。では行きましょう。ここ下の方で戦うとどうしてもね、あの溶岩に落ちちゃうことがあるんだよね。なので注意してやってください。うん、あ、でもはこの一番上の階でもね、ど真ん中が落ちるのよ。うん、まあ落ちはしないとは思うんだけども、一応注意していってください。うん、下に落ちると本当にね、半分以上、もう3分の2ぐらいは HP 持ってかれるので、この下には絶対落ちないようにねしてください。まあまあ落ちないとは思うんだけど、はい、まあ落下さえ気をつければ、あとは終わりですね。あとお前で終わりかな。まだいる、あー、いた。はい、おしまいです。22回クリアです。で、ここ報酬は何もいりません。先に進みましょう。で、ここも同じくですね、先ほどと一緒です。下に落ちやすいので、極力この上で戦うといいかなと思います。ほら、この上の方で戦うと間違いないですね。落ちることはないです。で、うまいこと、敵を愛のメダルを使ってね、仲間にしていけたら結構早く倒していい感じですよ。うん、でもそんなに痛くはない。じゃあいいね、愛のメダルが本当にね役に立ってくれてる。まあ、クールダウンのおかげだよね。クールダウンのおかげで愛のメダルがすごく使いやすくなってるので、です。よし、終わりかな。まだか、まだいた。あ、固まった、危ねえ。あと、あ、いた、いましたね。はい、これでおしまいです。23回クリアです。なんか固まるな。んで、ここ報酬いりません。そのまま進んでください。で、ここ敵のね、攻撃力が結構高いです。注意してください。まあ、とにかくいつも通りですよ。愛のメダルを使って、仲間にする。特にこの遠距離の敵をね仲間にしていくといいですね。 OK、 あー、嫌なやつ。 OKOKOK、 あぶねー、一気にダメージ食らうね。あ、やばい、あ、嫌な場所だ。 OK、 嫌なやつら多いね。とにかく攻撃力がね、ここは高いのでね、注意してください。まあ、極力愛のメダルを使っていくと、安全だとは思いますけどね。でも、まあ、回復してない時とかがねあるのでね、ここは仕方がないところ。終わりかな。いや、まだいた、下にいた、重要な奴らがいた。よし、はい、24回クリアです。火力高いです。注意してください。次行きましょう。ここ報酬は何もなし、ステイですね。で、ここも、敵の火力が高いです。あ、そうだ、うんうん、もうせっかくなので、エンチャポイント溜まってます。流れ込む魂を多めに入れて、
霊気も入れとこう。うん、別にね問題はないんだけども、一応もったいないので気づいた時には入れるようにしていいと思います。はい、やっぱ流れ込む魂3、ものすごい回復する。回復量が全然違うからね。よっしゃ、パワーポーション出ないな。もうちょっと出てきてくれてもいいと思うんだけどな。意外と今回は運が悪い、ものすげえ運が悪いかな。はい、では上に行きます。まあ分かってるとは思うんですけども、エンチャンターを先ですね、エンチャンターを先に倒すようにしてください。でこのね毒の爆弾、あれにも当たらないようにしてください。もうほんとダメージ食らいます。あー落ちちゃった。おー、まあしょうがないか。あと3体ぐらいでおしまいですね。はい、この中でおしまい。では25回クリアです。次に行きましょう。ここ魂のナイフに変えちゃいましょう。でエンチャント入れていきます。エンチャントがエーリ3ですねと輝きを3。はい、これで OK です。でシュルカーがいますので、まあ食らわないようにしてください。まあ食らうんだけどね、どうしても食らったりするときはあるんだけども、基本的には食らわないように気をつけてください。 OKOKOK、 いった。でマグマキューブここ痛いのよ。あいつのダメージはね結構ひどいぐらい食らうね。よし OK、 お前のダメージは食らいたくない。よし、でも流れ込む魂でねギュンギュン回復するのでオッケーです。はい、愛のメダル。ん？倒した？倒したか。あーで、そうか、ここじゃなかったごめんなさい、同じような場所があるからね。ここは特に問題ないです。まあ火力が高いので一応注意して、行ってください。でここでね乱射のクロスボウに変えます。うん、ちょっと HP 回復はね、一応捨てていきますね。 HP 回復かなり、もったいないんだけども、ボス戦でね絶対これ必要なのよ。うん、なので持ってください。マルチショットさんと長弾ですね。であとは余ってきたら変更じゃなかったあれ長弾か、あれに入れるようにしましょう。あ、追い打ちだ。長弾はもう入れてるわ。はい、愛のメダル。よし。OK。ここがシュルカーのところだね。シュルカーを食らわないようにいきましょう。まあ、食らうときは食らうんだけどね。仕方ないです。シュルカーさえ気をつければ、まあ、そうないかな。あれでね、浮かされて、集中攻撃を受けるとマジでやばいんだけども、まあ大丈夫だと思います。じゃあいた。はい、仲間になって。もったいなかったな、敵が多いところで突っ込ませた方が美味しかったかもしれませんね。はい、27回クリアです。ここは何もいりません。28回行きましょう。でここもシュルカーゾーン、はい出して。で今まだ30分経ってませんね。やはりクリアには35分かからないぐらいかな。うん、そんぐらいだとは思います。ここも、言うことはないですね。うん、まあ、いつも通り愛のメダルやら何やらを使って完全にいってください。あーもったいないもったいない、惜しかったな。でシュルカーはね食らわないように極力、うん、どうしても食らっちゃう時はあります。もう基本的には食らわないように注意して
ち回りましょう。はい、もう少し。あ、出ないな。これパワーポーション出てきてくれればだいぶ嬉しいんだけども。よし、あ、ミスった。何してんの。もうミスったな。はい、上がります。もう一回。ああ、なんで。よし、ミスった。まあまあ30秒ぐらいのロスでしょうか。いつの間にか倒したよ。なぜ。落下ダメージかなんかかな。はい、では次商人ですね。ここでエンターテイナーの衣装に変えていきましょう。うん、まあ軽減はないんだけども HP が高いのでいい感じですね。でここで、乱射のクロスボウを上げちゃってください。ではボスですね。ここは珍しいやつが出てきます。エンチャント入れていきましょう。臆病がいいですね。臆病と、先ほど言いました長弾と追い打ちです。これだけで OK だと思います。ナイス、来た。いいやつが来てくれた。で出てきたらもうとにかく、乱射です。もう乱射 しまくってください。はい、終わりということで、クリアです。28回ミスらなかったら31分かからないぐらいだったな。ミスったな。はい、ゴーストリーがワンチャンある。どうだ。あー、採用。採用かな。これはソウルビルドで意外と使えるかもしれない。はい、ということで、今日はノンストップで、タワー攻略やっていきました。まあ、まだ、5周ぐらいしかやってないですけどね。6周ぐらいやったかな。そんぐらいやったんですけども、今考えられる中でこれが一番ベストに、働いてるかと思います。やってみてください。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。